俺の変な記憶、誰か理解してくれるかな？このレスから話は始まった。話によると投稿者が幼い頃、ある場所で変な体験をしたらしく、調べてみると、その場所は横浜市旭区白根にあるという。そこで投稿者が遭遇した奇妙な体験内容。それは、時間が止まる場所だということ。この投稿を見て、当初は少数のスレミンしかこの話を真面目に取り扱っていなかったものの、実際に現場突を行ったスレミンが、不可解な体験をしたという投稿が相次ぎ、最終的には、多くのスレミンが参加する祭り状態となるのだった。時間が止まる場所、その真相は一体何だったのか。投稿者が小学生の頃、クラスである仲の良い友人から、すごい場所があるんだぜ、今日行こうぜ、と言われたことが全ての発端だった。その友人は普段から宇宙人見たとかいう子であまり期待せずについて行ったらしいのだが、そのすごい現場というのは、小山の上に位置する公園で、公園の入り口の反対側には坂があり、投稿者は昔、その坂を段ボールで滑った記憶があるという。問題の場所は、その坂の一部で芝生が枯れて地面が露出している部分があり、友人がその場所を指差したので、投稿者はその場所に行ってみたらしい。しかし、特にこれといった変化はなく、投稿者はただ目の前を通る車を、ぼーっと眺めていたのだという。すると、友人がポンポンと肩を叩いて一言。もう帰った方がいいよ。何かと思ってふと周りを見渡すと、さっきまで昼だったのが突如夕方になっており、午後1時には公園にいたはずなのに、なぜすでに夕方の6時になっているのか、あれ？とわけがわからなくなっていると。友人は、な、不思議だろ。と一言言っただけだった。その後家に帰り、今日の経験を思い出すと、あの場所は完全な無音だったとのこと。そして次の日もあの場所に行こうと誘われたらしいのだが、怖くなっていくのをやめたという。すると、その日の夜、突如友人の母から電話がかかってきた。どうやら夜になっても息子が帰ってこないらしく、お宅にお邪魔してませんかとのこと。そこで、公園に行っているかもしれないというと、その友人は見つかったらしいのだが、この不可解な体験を親には信じてもらえず、もし自分が教えてもらってなかったらと考えると、背筋が凍ったと言った。ここまでの投稿を受けて、幾人かのスレミンがその公園の場所を投稿者に尋ねると、その数分後、回答がなされた。調べてみたらまだあるみたいです。横浜の旭区白根ってところです。旭図書館の後ろに緑色の部分がありますよね。そこです。懐かしいな、あんまりいい思い出ないけど。ちなみにその公園はその後もよく行きました。この投稿に続けて、投稿者は中学生の頃の話をした。中学生のある日、やっぱりあれは子供特有の妄想だったのかなと思い、真相を確かめるために、弟と一緒に例の場所に行った投稿者。すると、小学生の頃と同様の現象が起こり、弟から肩を叩かれ、その場を抜け出せたと言った。そして次に、弟が俺もやってみるといい、その場所に入る弟を観察していると。そこに入った瞬間、弟が本当に漫画みたいに動きが止まったため、怖くなって腕を引っ張ったという。弟はそれから家に着くまでのキロ、ずっと怖い怖いと言っていたらしく、この不気味さはスレミンにも伝わっていたのだが。これらの話を聞いて現場突での検証を求める声が多く上がり、その公園の住所を尋ねたり、現場の検証内容が次々に決まっていった。いや、よく考えたら時間の進みが遅いんじゃないっぽいな。他の人が外からその空間に手を入れて、普通に肩を叩けるんだから。もし時間がおかしいなら手の先だけ感覚がなくなるとか、変なことになりそう。もし行く人いるならゴムボールか何か投げ入れてみてちょ。スローモーションで落ちたら時間系、普通に落ちたら生命活動系ですな。さらに犬とか虫とか入れてみたいな。ここで投稿者から、明日弟と会う予定があるから、何か聞きたいことがあったら書いといてくださいと投稿があり。その翌日、投稿者の弟から驚くべきことが明かされた。なんかすごいことになったので報告します。今かなり興奮しているので読みにくいかもしれない。今日弟と話してみたらやっぱり弟もよく覚えていた。そうして語られたのは、中学生の頃の自分と弟の記憶が大きく異なっているということ。自分の記憶では、弟を連れてあの場所に行く。すぐ救出するようにと弟に言う。入って停止。弟がすぐ救出。という順序だった記憶が、弟によると。自分は何も言わずに例の場所に入っていったらしく、突如停止した投稿者を見て、わけもわからず声をかけたらしいのだが、無視されたため、馬鹿らしくなって一人で家に帰ってしまったらしい。しかし、親からお兄ちゃんは？と言われ、再び公園まで迎えに行くと、兄がそのままでいたので、引っ張って芝生から出し、それ以降は自分の記憶と一致する内容だったとのこと。
投稿者はこの話を聞いて、自分から切り取られた30分の記憶があったことに驚いたという。ここまでの説明を受けて、多くのスレ民がこの謎解明のため、単体スレを立て、本格的な検証が始まっていった。まずスレ民が、この場所を見つけた友人とコンタクトできないのかというと、中学の頃引っ越してから、まるきり連絡を取っていない状況で、当時、自分以外も例の場所に行っていたのだが、その時は深く考えずに、ただすごい場所がある程度にしか思わなかったと言った。ここで、最初の現場突者となる、白根住民氏がスレに登場する。白根住民は例の場所は自宅から3分くらいの場所にあると言うと、数分後、突を行った白根住民により、現場周辺の画像がまとめてあげられた。その写真には、公園のスロープや近くの神社が写っていたらしいのだが、この場所は小山の上に位置する公園ではないこと、段ボールで滑れるような坂がないことが語られると。この話の主である投稿者の414氏から、例の場所はその公園ではなく、近くのまた別の場所にあるとレスされる。これより、多くのスレ民から現場再突入のリクエストが相次ぎ、白根住民は再びの突を余儀なくされるのだった。それから白根住民は414氏に位置関係を細かく聞きながら、正しい現場の住所を特定し、数時間後、再びスレに帰還した。こうして改めて、白根住民が写真を投稿すると、414氏は、公園内が綺麗になっているが、ここで間違いないとのことで、白根住民はこの報告を終えるとスレを去るのだった。そうして現場の場所が明確になった今、新たな突者である若葉大師が現場突に向かって準備を始めていた。こんばんは。ここから遠くないから、これから一人で突撃します。デジカメで撮って実況するよ。思い立ったらすぐ検証。気になって眠れません。もし連絡がない場合は応援お願いします。生きて帰れよ。楽しみに待っている。来たー。大変お待たせしました。現在、近くのサークル系にて休んでいます。写真も撮影したので後ほどオープンします。そうして若葉大師が写真を上げ、現場突の状況を語った。ウプしてもらった画像の場所は茂みになっていたので手探りで書き分けました。若干草の生えてない箇所があったのでどうやらこの場所だとわかりました。それで例の場所に立ってみたのですが時間が止まるという感覚は特にありませんでした。時間が止まるというのは確かに違いました。しかしながら、それとは違う感覚です。なんて表現したらいいんでしょうか。おお、いきなり確信に。止まりはしなかったが何か感じたってこと？昨晩の話ですが、そこに立つとどうなるかというと表現するのが難しいのですが、浮いているというか、ぼーっとするというか不思議な感覚なんです。逃げ出したいのだが、足が動けない、動かないの方が正確かな。確かに、私が疲れていたというのも事実ですがそれとは違った感覚です。二人以上で行って、意見を一致させるのがいいと思います。このように現場検証を行った若葉大師は、現場で414氏の発言と一致するぼーとした感覚に陥っており、さらに不思議なことに、現場突している最中、若葉大師は一度に連続してレスをしていたのだが、実際の投稿時間には妙な空白の時間があるとのことで、例の場所の謎はますます深くなっていく。そんな中、第二陣として現場に向かっていた現場先着大師もスレに帰還すると、一緒に連れて行った友人がヤバいことになったと報告が上がった。話によると、スレで公園の場所を確認しながら現場に向かい、友人を柵近くに待機させて、電話をかけながら現場を回ったとのこと。しかし、ここで奇妙なことが起こる。それは公園から車に戻る途中で友人と話した時に、会話内容の奇妙な不一致が起きたのだ。何もなかったね。そうだね。まあ、ぼーっとしてたように見えなくもないけど。暑かったからね。連れのとこに戻るとき立ちくらみして辛かったよ。迎えに行って正解だったね。遅かったら貧血になってたかもね。迎えに行って？柵のとこにずっといたくせに。え？お前のいる場所に呼びに行ったじゃん。何度話しても平行線で、なんだか納得いかないとのこと。このように様々なスレ民が検証報告を行う中、414氏も過去の経験を振り返っており、当時、例の場所には自分以外の友人も行っていたらしく、その時は不思議な場所があるとしか思っていなかったらしい。この場所を見つけた当初、中に入った友人が停止するのを面白がっていて、その後、猫を入れてみると何回に1回は停止せずにスローモーション見たく、ぬめりと出てくる時があったとのこと。ここでスレ民から、山岸と連絡取れないのかとレスが上がり、414氏が卒アルを探し出すと、電話番号が載っており、早速電話をかけてみた。しかし、残念ながら結果は失敗。電話に出たのは佐藤さんで、どうやら電話番号自体が変わってしまったよう。そこでさらに捜索を続けると、弟のアルバムに山岸の弟の電話番号が載っていたらしく、414氏は電話をかけるのだった。
繋がった。今買い物に出かけているらしい。帰ってきたら折り返すって、山岸に聞きたいことがあれば書いといてくれ。ようやく山岸の足取りをつかむことができ、電話がかかってくるまでの間、いくつかの新たなスレッドが立ち、スレミンによる現場検証が進められ、そのほとんどで、ぼーっとする感覚や不可解な現象が観測されていた。ここで、山岸から電話がかかってくる。久しぶりの山岸との電話に、ほとんどは思い出話で終わったらしいのだが、例の場所について尋ねると、山岸は最初忘れていたらしく、話しているうちに少しずつ記憶が蘇り、その場所には当時もっと多くの友人を連れていたことが語られ、414氏が夜、例の場所で出られなくなっている山岸を助けたことは、すっかり忘れていたらしい。そして、例の場所をどうやって見つけたのかについては、覚えてねえよとのこと。結局この後、いくつかのスレッドで真相解明が試みられたものの、この場所で不可解な現象が起こる理由を突き止めることはできず、スレッドは幕を閉じるのであった。この時間が止まる場所の理由については、ネット上で様々な説が上がっており、その中で最も有力だとされている一つの説は、ゴミ焼却場ボイラーから出る超低周波が、脳に何らかの影響を与えたのではないかというもの。これは後日談にて、ゴミ焼却場から超低周波が出ていて、住民から苦情が出ていたという情報が上がり、これが原因で、頭をぼーっとさせたり、時間の感覚を麻痺させたのではないかということ。低周波により健康被害が出るということは事実で。実際に、Google マップで確認すると白根には確かに、比較的規模の大きいゴミ焼却場があることが確認できた。しかし低周波が全ての原因と考えることも難しい。白根の時間が止まる場所、この真相は誰にも知られることはないのだろう。ぜひ、新たな体験談を聞いてみたいものだ。